が今、上幌メトック山に向かう道です。三段山だったかな、あの分岐点を越えて今歩くところです。こんな感じで登山道をこれから歩いていきます。一応、ここら辺はですね、ヒグマの生息地ですので、きちんと注意を払っていかなければなりません。ですので、気をつけていきたいと思います。特にこういう曲がり角ですね、曲がり角では出会い頭がありますのでね、まあ、そういう出会い頭がないようにしていきたいというふうに思ってます。素晴らしい景色ですね。